皆さんこんにちは。私は山形県2800地区のおがばなをさせていただいております鈴木と申します。実は、ここ20数年、私は地元の寒河江市内の2つの小学校で絵本の読み語りをずっと続けております。最初の5年間は寒河江クラブとしてクラブの活動を奉仕活動としてやってたんですが、寒河江市内11の小学校全部に地域独自のお母さんたちの絵本読み語りクラブを作ってしまったので、もう寒河江クラブとしては仕事ないだろうということで寒河江クラブからは引き上げたわけです。先ほどの鈴木さん、秀則さんのお話全くその通りで、ただその2つの小学校の、読み方の会長がうちの女房だったので、個人生活、事業生活、社会生活の奉仕の理想、個人生活に関わるところですんで、これ続けないわけにいかないなと思ってずっとかれこれ続けてきました。今は行くと玄関のところにですね、アンデルセンのおばちゃん、アンデルセンはうちの女房の会ですから、アンデルセンのおばちゃん、ロータリーのおじちゃん、絵本の読み方ありがとうと、こう必ずこうその日には書かれているんです。そこを子どもたち毎日毎日通っていきます。したがってですね、寒河江市内の小学生たちはロータリーはポリオ撲滅のことは全く知りませんが、絵本の読み語りをしてくれている地域のために一生懸命頑張ってるなんか偉いおじちゃんたちだなという、そういう公共イメージはバッチリあります。もう20何年続けてますから、20代30代の若者もロータリーのことはなんかそれなりに分かってくれています。そういうわけで私たちは、地に足のついた人と人とのつながりを大切にするロータリー、これを、2800地区大切にしていると、いうことでございます。そういう意味では2800地区山形県はロータリーの化石化と、ガラパゴス化というふうに言われる時もあるんですけど、私は声を大にしていや違うと、私の年度の目標、地区目標は美しい心、ロータリアンの矜持と、我々はこれを目標にするんじゃなくて、これを再確認しようという意味でこの地区目標にしています。我々は美しい心を持っている、ロータリアンとしての誇り、意地、そういった矜持をしっかり、みんなでもう一回確認し合ってこの1年間頑張ろうと、いうふうなつもりで、この1年間頑張ってきました。だからこそ私のガバナ心得は、ロータリーは人であると、奉仕ではないと、人である、ここに一番の重きを置いております。人は心に響く言葉で動く。ですから私は会長をペッツで会長にお願いしたのは、心が現れる会長スピーチを、泣かせろということをお願いしました。帰るときに、会員が帰るときに、いや会長今日の話はよかった、今日来てよかったと、そう思って返せと、それが一番大きなお願いでした。2番目は2800地区からあれは理事出してるんだから、ぜひ RI 会長賞を日本全国一番で取ろうねと、一番多く取ろうねと、この2つをもう大目標にしています。とにかくそのロータリーは人であって、人は心に響いた言葉で動く、それがロータリーを発展させる、これが我々山形県の、考え方です。いろんな研修用の資料とか動画とか、こうマイロータリーあたりから見るんですけれども、私はっきり言って違和感があります。絵空事とは言いませんけれども、なんか実感や現実感湧きません。世界を変える行動人という言葉は今日何度も出てきてますけれども、2800地区世界を変える行動人ですって言ったら笑われます。地域の中で地域とともに、地域と一緒に地域を良くしていくロタリアン、そうに言うと我々2800地区のロタリアンついてきてくれますが、世界を変える行動人なんて言ったらついていきません。そんなのは1600人、地区にはロタリアンいるんですけど、たった一人石黒さんだけだと
あと誰もいないだろうって言われると私も返す言葉はないです。というわけでちょっと山形県の特殊性について今日お話しすることになるかと思いますが、人口は山形県110万人です。ちょうど、日本の人口の 1%、ね、ですから100分の1の県というふうに考えればいいんです。日本全体のロータリアンは大体120万人というふうにされていますので、本来なら1200人いれば平均です。しかし我々は1600人いると、平均よりも400人多いということであります。平均よりも400人も多いんだから増強なんかしなくていいじゃないかと思っているロータリアンは非常に多いです。私も立場上下院増強と口にはしますが、あまり強くは言いません。維持できればそれでいいという気持ちがどっかにあります。でも数は力ですから、ガバナーとしては会員増強を今までもそれなりには話をしてきましたし、会員増強をしないと RI 会長賞もうまく取れないので、いろいろその辺は頑張ってきたつもりです。さて、なぜ山形県はロータリアンが多いのかと。2800地区はロータリーをきちんとやってます。会員増強にしても1600人毎年毎年人口減っていく県ですから、山形県はそれでもここ十数年1600人なんとか、ね、維持しています。純減もあるけどなんとか増加させて維持しています。寄付にしても米山にしても財団にしてもちゃんと出してます。恥ずかしくない程度には出してます。また奉仕のいろいろな活動にしてもどこのクラブもきちんとやっています。他のこともすべて含めて2800地区はどこにも恥ずかしくないようなクラブばかりです。だからみんな誇りを持ってます、ロータリーに対して。でロータリーが好きなんです。ロータリーが好きというのは山形県人の県民性もあると思います。仲間意識、共同意識、仲間、友情、そういったことがとても大切に思っている、そういったロータリアンたちが多いです。基本的には真面目です。職員の情をしっかり持っています。まあ、思いやりを持っています。そしてまた正しい職業観、それこそ二宮尊徳に関連するようないろんなその考え方、そういった職業観をきちんとみんなもともと持っています。そして何よりも自分が成長していくことに喜び誇りを感じる、あ、俺も随分立派になったもんだと、そういうふうな県民性なんです。ということはロータリーを知れば知るほど、ロータリーに浸かれば浸かるほど、この3つが満足されていくわけですから、ロータリーが好きになるという、そういうところなんです。ですから、決議23の34の存在ぐらいは知っています。ほとんどの会員は知っています。外岸劣化の考え方まではなかなかみんなが知っているわけじゃないですが、名前ぐらいはみんな知っています。外岸劣化の名前を知らないというロータリアン、まあ少しはいるかもしれませんが、ほとんど知っています。ロータリアンの格言といったらおかしい、怒られるかもしれませんが、入れて学び、入れて奉仕、この言葉を知らないロータリアンはいません。親睦と奉仕の調和と、これがどういう意味かぐらいはほとんどの会員は分かります。ですからロータリーに浸かれば浸かるほどロータリーが好きになって、こういったことも結構知っています。ロータリーの知識もみんな持っています。それもこれも歴代のガバナーあるいはクラブのベテラン会員の会員教育のおかげだと思っています。ですから私も責任重大だと思っています。この間ちょっと話がそれますが、私の尊敬する私のクラブにいるもう一人の先輩ガバナー、パストガバナー阿彦貞夫さんという方がいらっしゃるんですけども、お前は歴代のガバナーの中で最も保守的だと、でなおかつ最も革新的だと、全く不思議なやつだと言われました。パストガバナーそれを不益流行と言うんですというふうに私は答えて、いいものはいいと、悪いものは悪い、変えるべきは変える、
買えないものは買えない、そういうことを大切にする年度にしてきました。さて、ロータイの理解度についてちょっと皆さんに分かってほしいことがいくつかあります。決議23の30の1と1976年の RI 理事会の決定文書、すでにロータリーとはと、今日も何度もロータリーとは出てきてますけれども、例えばこの決議23の34の1について、これを正しく理解しているロータリアン2800地区全員だと私は言いませんが、利己と利他の調和という意味は分かります。調和の奉仕という言葉も大体は分かります。最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる、これはほとんどのロータリアンは大体分かっています。こういう理解は2800地区のロータリアンはちゃんとできて、それは歴代のガバナベテランの会員のおかげだと思っています。これは1976年の RI 理事会決定、ロータリーイズで始まる数少ない文書ですが、ちょっと読みます。ロータリーは人道的な奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与することを目指した事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体である。皆さん、この文章を読んでピンときますか？この通りだと思いますか？自慢じゃありませんけれども、山形県のロータリアンはこれを良しとしません。理由は3つです。まず、この文章のどこに親睦があるんだと。この文章のどこに自己研鑽があるんだと。この文章のどこに奉仕の理念があるんだと。奉仕の実践はあるけど、理念なんか一言も書いてないだろうと。このぐらいのことは山形県のロータリアンは分かりますし、それがないからこれを良しとしません。それもこれも結局は外岸デッカーなんです。外岸デッカーの考え方が山形県ではずっと伝統的に生きていると。その歴代のガバナーが外岸デッカーの考え方をしっかり仕込んできたということなんです。外岸デッカーの考え方をもう一回復習したいと思います。ロータリーはロータリアンの人間性の向上と事業の発展向上を目指すと、そうしっかり明記されています。ロータリアンの職種業界全体の向上を目指す。ロータリアンの家庭町州国並びに社会全体の向上を目指す。まさに古くて新しい。そしてロータリークラブはこの3つの訓練学びの場であると。もう一つ、ロータリーという苗木が成長するためには親睦という良い土壌が必要である。親睦という良い土壌がなければロータリーという苗木は成長しないと、これも大切にされている考え方です。そして何より外岸デッカーはロータリーの究極の目的は素晴らしい真のロータリアンになることであると。これが彼の考え方であり、それは我々山形県のロータリアンはそのことをいろんなもちろん程度の差はありますよ、でもそれを感じています。でこれは外岸デッカーのロータリークラブの定義を参考にして私が作成した文章、私はこの年度これをみんなに説明しています。ロータリーは事業専門職務地域社会のリーダーらによって構成され、親睦と寛容、個人の資質向上、事業の維持発展に努めるとともに、家庭や仲間、職場、地域、国際社会における幸福の達成に寄与する奉仕の心と実践に満ちた立派なロータリアンを育てる世界的な団体であると。この話をしても、大方のロータリアンは、なるほど、腑に落ちたと言ってくれるのが
山形県のロータリアンだと思っています。よくロータリーは世界的な奉仕団体であるという言葉を聞きに耳にします。しかしこんな言葉は山形県では絶対に受け入れられません。簡単です。これではロータリーを語ったことにはならないからです。確かにロータリーは世界的な奉仕団体です。じゃあ世界的な奉仕団体はロータリーですか？違いますよね。世界的な奉仕団体はロータリー以外にもいっぱいあります。ですからこれではロータリーを語ったことにはならないんです。ロータリーを語るためには山形県のロータリーアンはこのことをとても大切にしてますから、道にさん、そしてロータリーきちんとやって、ロータリーが好きでロータリーをそれなりに知ってますから、彼らをこれを満足させる言葉を、持ってロータリーを語らなくてはならないんです。私は最近この3つに注目してこのように言ってます。ロータリーはロータリアン同士の友情を基盤に価値ある奉仕をしている、立派なロータリアンを育てている世界的な団体であると。これを覚えてくれと。このぐらい覚えられ、先ほどの外岸劣化のあの文章長くてあれは覚えてくれませんけど、これは覚えてくれます。ロータリアン同士の友情、価値ある奉仕、立派なロータリアン、 OK。 これで私はロータリーを語ったことになるのではないかなと。この3つを目標としている世界的な団体はロータリーしかないだろうと。ライオンズ、ちょっと丸さんあたりが違うんじゃないのと。これはロータリーの木、有名です。でも山形県ではここ最近これは活用されていないんです。これを使わずにロータリーを説明しています。すなわち、ロータリーの目的を大切にしたロータリーの木じゃなくてロータリアンの木というやつを使ってロータリーを説明しています。すなわちロータリーの目的は、本文と1234からなりますけど、本文は奉仕の理念の個数育成です。1と2と3と4で2つに分けられます。1と2が奉仕の心、3と4が奉仕の心の実践です。1ではロータリアンの出会いの場、まあ主に霊会、あるいは IM、 あるいはセミナー、あるいは今日のような、いろいろなところでロータリアンは出会うわけです。そういうところで、親しみ交わり、お互いの考え気持ちを交換しながら奉仕の理念に満ちた心をどんどん磨いていく、それが第一の意味です。そして、ロータリーの目的の第二はロータリー精神と職業倫理を高揚磨いていく、すなわち立派なロータリアンを目指していくということです。そして第三弾用は個人生活、事業生活、社会生活、あるいは国際社会においても奉仕の理念を適用していくとあります。ですから第三弾用は奉仕の心の実践と、これがロータリアンの木、木にするとこうなります。そうした実生活の場において得た知識経験を養分として、あるいは違ったところから得られたものを養分として、ロータリアの出会いの場に持ち帰り、そこでまた奉仕の気持ちを理念を磨いて、さらに立派なロータリアンとなって、さらに素晴らしい奉仕をしていくと、これ外岸劣化の考え方です。ロータリーの目的というのはあれは外岸劣化の考え方そのものだと私は、思っています。お気づきになりましたでしょうか。ロータリアン同士の友情基盤です。価値ある奉仕をしています。立派なロータリアンを育てています。ロータリーの目的を先ほどの言葉は全て満足しているということです。価値ある奉仕という話がしましたけども、価値ある奉仕とは何かと、職業奉仕です。ここを間違ってもらっては困ると。
これが山形県の考え方です。我々は価値ある奉仕の根幹は職業奉仕だと思っています。なぜならば一日のうちの大部分を職業に仕事に費やしています。その仕事を通じて社会に奉仕しています。それがロータリアの生活の大部分です。それで家族や職員関連業者が生活の糧を得ててるんです。ですから職業奉仕がおろそかだったら社会奉仕も国際奉仕もできません。だったら価値ある奉仕の根幹は職業奉仕だと、そこを間違っちゃいけないと、ラジェンドラ・サブは高い倫理基準を保持している職業奉仕を失うならばロータリーは地域の単なる奉仕団体になり下がると、この言葉を残しています。まさにこれがロータリアンの教授として私たち2800地区の考え方です。職業奉仕はこの4つ、職業倫理、職業は社会の奉仕である、奉仕と思いやりである、そして職業奉仕は顧客満足度を高めるための経営方法である、そして職業は尊重すべきまた崇高な天職である、これが大切だというふうに考えています。最近出てきている職業人が自分の知識や技能を生かして社会に奉仕すればそれも職業奉仕という考え方は私は主張しているんですけれども受け入れてくれていません。この最後のはうちのロータリアンたちは嫌いみたいです。さてまとめです。入会勧誘心得は真のロータリアンになれる人を勧誘するです。ロータリーが好きになりそうでロータリーのことを知ってくれそうだと、ロータリーもきちんとやってくれる、そういう素晴らしい立派な人になれる、そういう人を勧誘しろ、これが2800地区の考え方です。ですからなかなか辞めない、まあ、入る人も少ない、でもなんとか保っているというのが現実であります。最後にロータリー財団の事業を辞めると、青少年交換やライラを辞めると、社会奉仕事業を辞めると、国際奉仕事業を辞めるとどうなるかと、これは地区大会で RI 会長代理ディーン・エレクサクソンと私2人でディスカッションしたことです。ロータリーは存在価値なくなるのか消滅するのかと2人の意見は一致しました。とんでもない、ロータリーはこれらのことを一切やめても存在価値は不変だと、決して消滅しない。なぜならば 1,2,3 は今書いた方針が全部なくたって価値ある方針の根幹職業方針ですから、ほとんどのことをやってることになると。ロータリーは人である、人と人が交わる中で、みんなが周りのものがみんなが良くなっていい気持ちになって幸せになって、これがロータリー活動である、ここをしっかり抑えているのが私たち山形県のロータリー。そこを私は一生懸命くすぐって、なんとか1600、それを少しでも増やせってやってるのが私の仕事であります。歴代ガバナーがやっている、まあ、化石かガラパゴスかと言われてしまうと返す言葉もないところもあるんですけれども、まあそういう気持ちで、この1年間やっております。今のところ1600を、なんとか、うまくギリギリ保てそうで、ご清聴感謝申し上げます。ありがとうございます。